こんにちは、OJS チャンネル始まりました、よろしくお願いします。今日はワークライフバランスという言葉が昨今よく取り上げられてるんですけど、皆さんいかがお考えでしょうか。ワークライフバランス、仕事と、プライベートのバランスが大事だよねっていうお話で、すごく納得感のある言葉ですし、僕も追求したいなと思っております。ただもう一つ感じるところがあって、特に企業したて、もしくは売上が立っていない社長がワークライフバランスだというのもいかがなものかと思っているんですよね。もちろん売上が立っている、ビジネスが回っている、社長不在でも回る仕組みになっている、さまざまな形でキャッシュが回っている、仕事が回っている状態であれば、やはり家族との時間、プライベートの時間、例えば健康にかける時間、そういったものを大事にしてほしいなというふうには思うんですけども、例えば売上がなかなか立っていない、赤字、社長がいないと仕事が回らない、社員がかなりハードワークをしている、ブラック企業な状態になっているっていう会社の社長がワークライフバランスといってプライベートとのバランスを測るっていうのは、個人的には賛同できませんし、多分そういう状況の人はワークライフバランスを考えたりしないと思います。やはり起業したて、もしくは売上が立っていない時っていうのは、社長が率先垂範して、これ言ってしまったらどんな会社やねんって、どんな価値観やねんって思う人もいるかもしれないですけど、誰よりも早く起きて仕事をして、移動中も電話メールかもしれない、ずっと仕事をする、納品をする、営業活動を頑張る、夜も終電近くで帰るっていうのは当たり前な、当たり前というか、そこまでやらないといけないんじゃないかなっても思うんですよね。なので独立したての方で売上が立ってないのに休みを取ってる、なんだったら週休2日で取ってるとかっていう人っていうのは、大丈夫なのかなと思いますし、そういう会社には仕事なかなか振りたい、お願いしたいとは思わないし、働きたいという社員さんも少ないんじゃないでしょうかね。その気構えが成功する起業家には必要な気が、ちょうどよかったです。お疲れ様です。ちょっと、はい、入りましょうよ。今撮ってるんですか。今撮ってます。あ、今日田辺さんが今椅子よいしょ、はい、今ちょうどあのワークライフバランス、はい、あ、今日のテーマですか。今日のテーマワークライフバランスで、どうも田辺です。田辺です、よろしくお願いします。はい、どうもよろしくお願いします。ワークライフバランスっていうのが昨今取り上げられてるじゃないですか、はいはいはい、まあ、要は仕事と講師のバランスとか、はいはい、みたいな、まあ、ただこの OJS チャンネル見ていただいてる方、経営者の人が、あ、はい、多いの で、 そうです、ね、で田辺さんテイクホテルね、はい、名前出していいんでしょうか。あ、全然大丈夫です、はい、会社も経営して、はい、で独立も、経験してるので、うん、分かると思うんですけど、ワークライフバランスどう思います？社長のワークライフバランスですか？はい、そうですね、僕も会社をまあ経営、独立してまあ経営してっていう経験があるので、やっぱりまあ最初のうちはある程度本当に軌道に乗るまではまあ大変ですよね。その考えてる余裕はちょっとなかったかもしれないですね。がむしゃらに、僕の場合はあのホームページを作るっていう、まあそういう制作会社だったので、まあ、もうがっつりプレイングマネージャー的な形でガリガリやってましたよね。ガンガン作ってたんで。っていうか会社止まってませんでした？よくよく止まってました、はい。まあ、当時はマンションタイプの物件をオフィスにしてたんで、あのキッチンもあればシャワーもあるんで。最近増えてるみたいですよ、あのマンションタイプの物件。すごいいいと思います、うん、だってもうそのまま泊まれるん で、うん、でちゃんとあのベッドとかも買って、うん、枕も買って、もう全然本当泊まりがけで仕事するってのは本当もうしょっちゅうやってたと思うんで、うん、まあ、仕方ないことなんじゃないかなとも思いますね。まあ、でもこのワークライフバランスっていう言葉もちろんね追求したいですし理想的なんですけど、はい、うん、あのやっぱりこう社員さんを雇ってる会社とかだったらね、労働基準法という法律がありますので、それはきちんと、だから僕らは、はい、すごい超ホワイトで、めちゃめちゃ守ってますね、はい、大丈夫かって思うぐらい守ってますよね。いや、ほんまにマジで大丈夫かなって思うぐらいなんですけど、はい、うん、でも社長とか役員とか、はい、っていうのはなかなかね、はい、この言葉が人らしいですね、怖いですね。そうですね。ただまあその一個思うのは、例えばそのじゃあ社長がずっとこうプレイヤーとしてガツガツ仕事を、うん、現場の仕事みたいなのずっとやってる状況っていうのはこれ最終的には良くないじゃないですか、うん、でだからプライベートなところでも要はまあ仕事の時間と切り分けて、例えば人と会うとか、そういうイベントに参加するとか、こう、まあ、知見を広げるためにいろいろするっていうのは、まあ、一つその社長がこうより社長らしくなるために、そういう時間の使い方としてプライベートをこう使っていくっていうのが僕はすごいありだと思って、うん、そうしないと世界がそうですね狭くなりそうだったりしますね、はい、やっぱりその例えば本当例えばですけど、社長がじゃあご飯連れてってやるよみたいな、本当特別にじゃあ今日はご褒美であげるよみたいないう時とか、例えばその会食がある時とかにファミレスとか使えないですよね。
普通に。なので、まあ、そういうお店を知っとくとかっていうのも一ついるとは思うので、なんかそういうのは、まあ、プライベートのうちにある程度調査したりとか、あの自分で行って調べたりとかっていうのはいるんじゃないかなと思いますね。確かに、はい、あと、まあ、これは外してほしくないなっていうのは、多分あの企業の成功率っていうのは前回ねちょっとお話ししたんですけども、はいはい、やっぱり高くないというのは事実があって、はい、で幸せになりたくて幸せをつかみたくて独立するケースが多いとは思うんですけども、はい、家族がいらっしゃる方っていうのは家族をどうしても犠牲にしないといけない時もあるんですけど、はい、とはいえそこをこう犠牲にしすぎてっていうのも問題なので ね、そこだけ、はい、プライベートで遊ぶとかも論外ですね。まあまあそうですね、うまいこと言ってない独立投資っていうのは、はい、まあ、ちゃんとこう家族のフォローはしっかりするべきだと思います。だから僕と話する人大体僕が偉いじゃなくて嫁が偉いって言いますそれはありますね本当にっていうのもあるので、社長は本当でもそうなりがちなんで、なりがちですね。よくはないかな。そうですね、だからそれをやっぱり、はい、家族を幸せにしたくて、社員を幸せにしたくて、あの夢をつかみたくてやるわけなので、それまで軌道に乗るまでは飛行機のこの離陸と一緒ですよ。向かい風に走ってる時は向かい風受けるんですけど、そこを頑張って乗り越えて、まあ、ハードワークしていきましょうという話です。ワークライフバランス、もう関係ないです。関係ないです。今日最後のそれですけど、大事だと思いながらも、そんなんいらないです。もうハードワーク、ボン、まあ、一生懸命。会社止まってましたし。はい、一生懸命働こうぜって話ですね。はい、っていうお話です。働こうって話です、はい。ということで、じゃあまたまた次回よろしくお願いします。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。